買いたいと思ってるのに買えないやつがいるじゃねえかバカ野郎。はい、皆さんごきげんよう、しげガレージです。神田です。はい、今日はですね、 RCF にプロジェクトミューさんのブレーキパッドを入れていきたいと思います。すごい雨ですけど。いや、やばいっすね。まあまあ、じゃあ強くなる前にね、ちょっとねやっていきたいと思うんですけど、プロジェクトミューさんね、僕普段からちょっと仲良くさせてもらってまして、なのでね、まあ僕このプロジェクトミューさんのね、見りゃわかるこのプロジェクトミューだっていう色もね結構好きですしね、もうキャリパーからこう、まあ、つけたら後でわかると思うんですけど、ちょっと色が見えたりして。これは何ブルーって言うんですか？プロジェクトミューブルーじゃないですか。ティファニーではなく？ああ、近いね、でも近いよね。まあでも私はティファニーブルーというよりもプロミューブルーで言わせていただきます。皆さんに今年の抱負を聞いてみました。あ、いいですね。ちなみに皆さんの抱負、しげさんの抱負は何ですか？レギュラー。車大好きですけど、やっぱ本業は野球ですから、うん、どことは言わずにね、もう外野の一角をね取りたいと思います。ブレーキパッドってこう自転車と一緒で、このホイールをこうやって掴んで止まる機構になってるんですよ。それを取り出すのにちょっとこれを外さないと。4ミリのピンポンチュを愛用してます。はい、それでは皆さんの抱負を見ていきましょう。結婚するとかありそうじゃない？敬愛している。はいはいはい。三浦様から。え、どっち出ます？お、三浦さん、三浦さんの今年目標聞かせてもらえんの？はい、私は真面目に仕事しますだそうです。ま、え、してなかったんですか三浦さん？じゃあ今年はね、より一層頑張りましょう。僕も頑張りますんで。ありがとうございます。受験合格。おー、確かにね、その時期だ。うん、確かに、もう1月、2月頭はね。受験勉強しましたか？一応スポーツ推薦という形で小論文と、面接とだったんですけど、しっかり勉強しました。題材ね、夢だったかな、確か。気象天気図つけてね、文まとめるの結構難しいよ。小学生の時の卒業文集何でした？あー、もう忘れたいですね。小学生、小学校同じ方は見直さないように。俺の旅は、これからだ、みたいな。消したいよ、俺のところだけ。あ、すいませんね。楽しんでたら撮っちゃいました。スライドピンがね、4本あるんですけど、太い方は、3ミリで止まってました。はい、そして、このね、この、ブレーキパッド、今から、取っていきます。よいしょ。よし。これですよ。これが、もう一個片方こうやってあるんだけど、これがこうやって、これを挟むことによって、止まれるようになってるんですね、車って。わかります？この部分とこの部分。ほら、半分以下なんで、まあまあまあ、そろそろ。もうちょいね、行こうと思えば行けますけど、早めにね、ブレーキ効かなかったら困るんでね、早めに変えていきます。で、もう片方ついてるから、取っていきます。会社を辞める。え？なんか新しいこと始めるんかな？辞、うん、めるのも難しいですからね。プラスに向かってのスタートということで頑張ってほしいですね。アラームが鳴ったら1回で起きれるようにする。ああ。特に今冬はね、部屋が寒かったりするとさ、なかなか布団から出れないもんね。僕はね、結構、もうアラームの1個目のトゥッで起きれるタイプなんで、ちょっとあまり、共感はできないんですけど。あ、これ。はい、この RCF はですね、この配線が内側のブレーキパッドについてまして、これがブレーキパッドの残量センサーなんですけど、これ、残量が減ると、これがキーってなるんですよ。そのセンサーを取って、取らないと、このブレーキパッド内側取れないんで、これ取っていきます。初心者ヘナチョコスイングだけど、バッティングセンターでホームランを打つことです。ホームラン的に当てるってことかな。まあ、うん、あれ意外と当たらないよね。うん、難しい、結構。あと打球速度がないと反応してくんないんだよね、看板が。なんかパンって当たっただけじゃ、当たったのに音が鳴らないからホームラン認定されないの。だからドーンって当たんないと認定されないっていうね。小学生の時とか打球が弱いから反応しなくて悲しい思いしましたよ。
愚痴を言わないようにする。あー、でも大事だよね。やっぱりマイナスな言葉よりもプラスな言葉をね、口に出すことがなんかいい気がするよね。気持ちいいしね。あの、聞いてる人もあんまり愚痴ってね、気持ちいいもんではないと思うんで、素晴らしい目標ですね。すごい大事。簡単なようで結構難しいかもしれない。これはですね、シムプレートと言われるブレーキパッドについてるやつ。これは使い回しなんですね。これ、そうそうそう。これがないとなんか泣くみたいよ。そのキーって言うみたいよ。貯金をする。おー。貯金してなかったんかな。貯金してますか？ね、まあ、ぼちぼち。ぼちぼち。ぼちぼち。人生100年って言われてる時代なんで、いつ、ね、こう、緊急なお金ができるかもわからない、使わなきゃいけない時が来るかもしれないですし、まあ、両親ね、こう、面倒見なきゃいけないですから。言い方悪いか。言い方悪いか、ちょっと。もう死ぬこと考えてる。お墓とかもね、建てなきゃいけないですしね。怖い怖い怖い。建てなくていいでしょ。重信家のあるんだから。あ、そっか。入れてくれよ、つって。あ、これはですね、さっきもなんか、ブレーキはキーキー言わないように泣き止めって言ったんですけど、それを、促進させるっていうのかな。クリームみたいなやつ。グリースっていう、ディスクパッドグリース。ワコーズさんのやつを塗ってます。しげちゃんの応援タオル買う。お売ってないですかね。そうなんですよね。結構ね、売り切れててね、買えなかったっていう声が聞きますね。売り切れ。まあ、その、言ってくれる人はね、売り切れって言ってくれるんですけど、まあ、置いてなかったっていうことだと思うんで、もうちょっとね、活躍してね、ジャイアンツ側がね、こう、重信のタオルは収益を見込めるっていうふうに思ってもらえるように頑張ります。悲しいね。悲しいとき、悲しいとき、収益が見込まれなくて、自分のタオルが店頭に置かれてなかったとき。バカ野郎、ニャロメ。買いたいと思ってるのに買えない奴がいるじゃねえか、バカ野郎、コニャロメ。コニャロメ2回目のやつの方が好きなんだよね。コニャロメが好きなの。はい。ジャイアンツ優勝。うわぁ、嬉しいね。目標。ファンの方がジャイアンツ優勝っていう目標を掲げてくれるっていうね、嬉しいですね。あ、そんなこんなでちょっと入れていきます。ブレーキパッド新しいのいくよ。はい。おっしゃー。重信選手の内野安打が大好きなので、内野安打打つたびに1000円貯金する。おお、いっぱい貯金できるように内野安打頑張ります。頑張ってください。セーフティーマント。セーフティーマントでいきますか、じゃあ。センサー入れます。入れて、この、なんか、クリップみたいので止まってます。結局手袋外すっていうね。よし。はい。あとはね、ブレーキパッドが入ったんで、さっき外したこのピンを入れていきます。はい。ラツペーパードライバー。おー、運転はした方がいいよね。せっかく運転免許持ってるからさ、久しぶりに車乗るとやっぱね、怖いまではいかないけどちょっと緊張するし、あ、え、この車の踏んだ感じ、ブレーキ踏んだ感じこんなんだったっけとか、感覚がねちょっと忘れちゃったりするんで。稼ぐ。俺も稼ぐ。しゅんたくんのインスタフォローしてあげてください。え、しゅんたインスタやってんの？ごめん、知らなかった。すぐします。言ってよ、しゅんた。フォローしろよって。水臭い。車のホイール変えてみたい。おー、いいっすね。買いましょう、ぜひ。はい、着きました。いいですね。ティファニーブ、あ、間違えました。プロミューブルーが、オレンジのキャリパーからね、見えて、いいですね。アクセントになって。はい。これね。片方がつきましたけど、反対側も同じ作業をやっていきます。はい、反対側もつきました。でね、思った方もいると思うんですけど、ブレーキパッド変えたのにローター変えてないじゃんっていう話なんですけど、まあ、大体ね、同じタイミングでローターとブレーキパッドを変えた方がいいって言われてるんですけど、
ちょっと今ないんで、近々またローターは変えていきたいと思います。そして、ここね、最後、スライドピンっていうのかな、わかんないけど、この太い方のピンは、後ろ30ニュートンメートルでカチカチと、軽トラックで止めました。そして最後、ブレーキをね、何回か踏まないと、このパッドがね、まだこう、このローターを挟んでくれてないので、いざこのまま走り出して、止まると思っても、結構、車は止まってくれないんで、ブレーキを踏んでいきます。はい、じゃあね、作業終わったんで、実際に走って、まあ問題がないかどうか、と、どんな感じのフィーリングになったのかっていうのを確かめてみたいと思います。フィーリングはね、ゆっくり、ブレーキがかかるっていうようなフィーリングになりましたね。ブレーキパッド変える前はちょっとでも踏むとうってこう止まるような感じのフィーリングだったんですけど、強めのねフィーリングだったんですけど、今回のプロジェクトミューさんのパッドはゆっくりとってかかってくるようなフィーリングになったんで、助手席の人のね頭がこうブレーキを踏むたびに前に出づらくなったんじゃないかなと思います。街乗りすごいいいんじゃないですかね、これ。うん。あ、ちょうどね、こう、信号待ち、信号止まりますけど。いい。止まりやすい。ありがとうございます、プロジェクトミューさん。はい、皆さん。最後まで見ていただきありがとうございました。これで、プロジェクトミューさんのブレーキパッドを交換終わります。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。Follow